1968年の広島東洋カープでは、1968年の広島東洋カープの動向についてまとめる。この年の広島東洋カープは、根本睦夫監督の1年目のシーズンである。東洋工業社長の松田恒ねが、筆頭株主かつオーナーに、恒ねの長男で、東洋工業副社長の松田光平が、オーナー代行に、監督が根本睦夫になりチーム名が、 広島東洋カープに解消されたこの年、チームは前年、V3 の巨人が開幕からもたついたこともあり、6月まで巨人と首位を争った。しかし夏場に12連敗を喫したこともあり、阪神に抜かれて3位に転落したが、球団創設以来19年目で、初の A クラスとなった。A クラス入りの原動力となった、投手陣は、兄や総八、外、木場義郎が共に20勝を挙げ、 開幕投手の大石矢太郎や白石静雄なども、それなりの成績を収めた。打撃陣では、若手の手本となるべく、阪神から山内和弘を無償トレードで獲得。山内は、前世紀こそ過ぎたものの根本監督の期待に応えて21本塁打を打ち、開幕から3番あるいは4番を打って、山本和義や絹笠義夫と共に A クラス入りに、貢献した。 この年オフのドラフト会議で1975年の初優勝メンバーである法政大学の山本浩二をドラフト1位で、同じく中央大学の水沼志郎をドラフト2位で、それぞれ獲得するなど世代交代が急加速していく。ありがとうございます。